山の目に刺したバラをもうどれぐらい眺めてたのか。お、こんにちは。はい、令和2年3月8日ですかね。はい、日曜日の6時です。夕方6時です。和歌山に向いております。今日の朝はね、西宮の今津港で釣りしたんですけど、全くノーバイト、雨の中釣りしてね、もう濡れただけでした。ほんまここも3連続行ってますけどね、もう釣り方がわからなくなりました。本当にバチ抜きやバチ抜きや言うて、一個もバチ抜けしてないしね。はい、今からね、和歌山向いて紀の川でね、ちょっとシーバス狙ってうまいもん食うて帰ります。何うまいもん食べようかな。一人焼肉でもしようかな。では行ってきます。釣れたらいいのにね。サイなら。釣れましたね。やった。やっと釣れた。やっと釣れました。これも持って帰ろうか。これは食べようか。よっしゃよっしゃ。はい、釣れました。はい、どっちや、こっちか。いつきかな、食べれるかな。ジャージャー、なんですかこれ。派手やな、ここ。行ってみようか。
はい、これまな板どっか行ったんだよね。これ水槽 あの使わない蓋ですわ。これもう使ってないんでね、これでまな板にします。まな板はどこ行ったんやろうね。はい、今日釣ってきたね、鈴木宗男くんです。はい、ちょっと氷締めてね、氷で締めてるというか、俺向こうね、あのナイフ持っていくの忘れとってね、血抜きできてないんですよ。まあええか、めちゃくちゃ綺麗よこの鈴木、鈴木宗男。俺の手がこれ50センチあるから 1メーターぐらいですかね。これ1メーター1メーターないな、50ですから、90センチぐらいですね。今からちょっとね、鱗取って、これはもうねムニエルにします。ムニエルにね、エムニエルにします。エムニエル、エムニエル夫人。どこ取りもね、どっか買ったんですけどね、100均で全部どっかに落としなくしちゃったんですよね。100均で買ったんですけどね、まあまあ1匹だけなんでね、こうやって水で流しながらねやります。刺身で食べないんですからね、結構もう簡単にね落とします。和歌山県産ですよ、和歌山県産ね、紀の川の近所、近所のね、何川かな、ちっちゃい川、パチンコ屋の横です。月の五木の鈴木じゃない、あのシーバスじゃないと思いますよ、これ綺麗から。匂いもほとんどしませんよこいつ。五木ひろしじゃないと思いますこれ。あの入ってくるやろね、多分河口からこうずっと。こんな綺麗なわけないもんな、川にずっと五木のお魚はね。もうちょっと臭みがあってね、こんな綺麗じゃないですよ。これは五木ひろしじゃないです、五木ひろしですね。鱗取って皮ついたままでムニエルにしてもらいます。ムニエル、そんな読めないけどね、ムニエル夫人、エマニエル坊やエマニエル坊やって何やった、なんかおったな、こんなやつ。エマニエル坊やったっけ、あれエマニエル坊やでしたっけ、あれみんな何でした、あいつあの黒いやつ、黒い男の子、エマニエル坊やでしたね。さあ、サッカー包丁で、これね、ほんまはあれ、血抜きね、今してます、血抜き、ちょっと今血抜くわ。はい、ちょっと待ってね、ここ切ってね、んでエラのとこでね、ポチッと、ポチッと食べれるとこは、もったいないんで、もうアロワナにあげます。このね、あのお腹とかね、アロワナが食べるんですよ。だから後でアロワナにあげるとこ見せますわ。アロワナ行きます、アムロ行きますみたいなね、行きますよ、落としますよ、はい、はい、はい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 、誰が食べる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 、はい、はい、アロワナ食べたね。こうやってね、スズキとかのね、こういうもう捨てるとかあるでしょう、全部あげます。でここに血抜きしてないんで血が溜まっとんですよこれね。はい、でもこれなんかあの漁師さんが釣ってきたやつって血抜きしてないですよね、あれしてんのかな、俺してへんと思うけどね、あれこのまま売ってない、そのまま魚の形してると思わへん、なんかこうやって尻尾切れてるスズキって売ってないですよね、あんまり売ってんのかな、ね、ここの掃除するブラシをね、ほんまは歯ブラシでいいんですよ、歯ブラシで、歯ブラシのいらないやつあるでしょう、あれでもいいし、竹のね、こうなんか竹のこう尖ったやつあるでしょ、あれが一番いいですよ、ここの身、骨硬いんで、さっき切っときますね、ここね切っときます。あ、切れすぎたやないか、ほんまにミステイク、何やねんこいつ、失敗しました、失敗です、失敗でございます、サザエでございます。まあまあこんなもんですね、これ色がね、こんな色です、ぐるぐるっと、ぐるぐるっと、ぐるぐるっと、
うるっと、うるっとね、またね、ました。ここもね、アロワナ食べます。アロワナが、はい、綺麗にね、アロワナが食べてくれます。アロワナもナマズもね、はい、ちょっと大きめに切ってあげましょう。アロワナ用に。誰が見んねん、そんなん。はい、行くぞ。はい。はい。待っていますからね、これ。ちょっと電気は暗くてすみません、今日ね。ちょっと跳ねるからね。おい、食べた。うら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 。これね、蓋開いて。ほらほらほら、ナマズ。ね。めっちゃ食べますよ。これ、アラね。ほらほらほら。ね。ね。ダトニオも食べますよ。全部食べますよ。パロット以外。ほら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 。ほとんどナマズや。めっちゃうまそう。ほら。ちょっとライトつけたらよかったな。ごめんなさいね。はい。魚のアラはね、こうやって、これ、蝶です、蝶。ナマズくれ。掃除機や。掃除機みたい、こいつ。綺麗でしょ。今、塩水でね、この塩。塩水でね、氷なかったんで、もう塩水で、まあ冷たいんでね、締めました。ほんならね、結構こう白くなって、ね、これもう最高ですよ。絶対うまいですよ。ね、これもムニエルです。ね、まあこれ90センチぐらいあるんでね、結構みんなで食べれると思います。はい。